おい会長、土島会長、あんたはヤクザだろ、強いんだろ、なんとかしろ。おい、やっぱりすごい。俺には超えられなかった。え、あんたも明日からのことを考えた方がいい。ちゃんと現実を受け入れるべきだ。何を言ってるんだ。おいおい、こんなことをしたら君どうなるか分かってるか。殺すべきではない。そうか、そうだよな。荒い兄貴、荒い貴様。宗像さん、怖いですか。だがあなたがのし上がるために多くの人の命を奪った罪は、こんな恐怖だけで償うことはできない。あなたは死ぬべきじゃない。あなたが利用してきた刑務所の中で一生この罪を償ってください。私も一緒にお付き合いします。私が知ってる警察という組織は利権と欲望の場所だった。君みたいな刑事に最後に会えたことで少し救われたような気がするよ。こんなことで私が逮捕されると思っているのか。何？刑務所に送るだと？私を誰だと思ってるんだ。警視庁の、それも副総監だ。そんな人間が捕まることがあると思うのか。え？お前の犯罪行為は証明されてる。確固たる証拠もあるんだ。なのにどうして逮捕できない。バカだな。現場も刑事ってな。警察というのは正義だ。この国の正義を司る崇高な組織だ。その警察の顔役たる私が逮捕されてみろ、バカな一般市民は混乱するだろう。そんなことを警察が許すと思うかね。権力者は権力によって守られる。なぜかわかるか。それがこの国の秩序のためだからだ。殺すなら今のうちだ。だが殺せばここにいる全員刑務所行きだ。それでもいいのか。さあどうする、どうする。え？
結局お前たちがしたことは労力の無駄遣いだったということだ。じゃあ本当にそうか試してみようか。何？ああ、俺だ。準備はできてる？よし、じゃあやっちゃって。伊達さん、こんな話聞いてませんでしたよ。新聞社の活動に警視庁のヘリコプター使うなんて何考えてるんですか。いいじゃねえか、国民のためだ。今さら固いこと言ってんじゃねえ。さら何だあれは。これは俺らの知り合いにちょっと気合いの入った分野のおっさんがいてね、その人が書いたスクープです。ああそうそう、あんたが追いかけていた例のファイルのコピー提供したのは俺らなんですけどね。貴様、これであんたはおしまいだ。死ねえ。秋山。秋山さん。くそ。おい秋山、秋山、大丈夫か。あ、秋山。秋山さん。おい秋山、どこを撃たれたんだ。大丈夫か。あ、どうした。奇跡やな。あらい、終わりにしましょう、宗像さん。やっぱり俺は金に縁があるんだな。金なんかもういらないと思ってたのに、最後は金に救われちゃったよ。やっぱすげえわ。あの人たちは。
遅えな。いつまで待たせんだよ。やっぱ40超えると人間長話が好きになるのかね。すみません、お客さんでしたか。あ、どうぞどうぞ。すみません、ここんとこずっと秘書の子がいなかったもんで。ダメなんですよね、自分一人だと整理整頓もできないみたいで。ほんと、私がいないと何にもできないんですね、社長は。え？君。ただいま、秋山さん。花ちゃん、どうしたの花ちゃん、そんなに痩せちゃって。私も社長がそばにいないとダメみたいなんです。ずっとご飯が喉通らなくて。社長、私もう一回この店で雇ってもらってもいいですか。花ちゃん、あ、そうだ。え？半来の特選焼肉弁当あるけど食べる？え？そろそろ花ちゃんが帰ってくるんじゃないかと思って買っておいたんだよ。そんなに痩せちゃったらお腹も減ってるでしょ？ね？社長、もうちょっとは綺麗になったねとか言ってくれてもいいじゃないですか。ああ、綺麗になったね。ダメ、全然実感こもってない。ああ、私が整理しておいた顧客名簿、どうしてこんなにぐちゃぐちゃになってんですか？なんでだろう。もう社長、どうして私がいないとこうなっちゃうんですか。ねえ花ちゃん、弁当いくつ食べる？たくさんあるけど。それじゃあ3ついただきます。そうか、伊達さんも元の鞘に戻るんだな。やめてくれよその言い方、なんか前の神さんとより戻すみたいに聞こえるじゃねえか。神さんみたいなもんだろう、あんたにとってのデカって仕事は。で、お前の方はどうすんだ、そろそろ行くのか。そうだな。ちょっと何やってるんですか伊達さん、早く次の現場行かないと須藤さんに怒られちゃいますよ。早くしてください。ああ、分かった。それじゃあ俺は行くな。ああ、またな。
Bye.
そろそろ行くの、おじさん。ああ。ちょっと長くなるかもしれない。大丈夫か？うん、待ってるよ。じゃあ、行ってくる。この登場会は俺たちの生きた証だ。ああ、力になってやってくれ。直系西島組としてな。任せろよ。よし。